ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。時代劇の水戸黄門とか、鬼平犯科帳とかを見てると、街道を歩いてるシーンで、すごい速さで走る男性が、一行を追い抜いていくことがあるのよ。今回は、あの人たちが何者で、どうして走っているのか、肩に何か担いでるけど、それが何なのか、気になったのよ。そうか、じゃあ、今回は霊夢が気になった、街道をすごい速さで走る男性、飛脚についての話をしよう。それでは、皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。その1、飛脚の歴史。まずは、飛脚の歴史から話していこう。あの走る男性は、飛脚っていうのね。飛ぶ足だなんて、字面からして速そうよね。飛脚っていうのは、重要文書やお金や為替、手形なんかを運ぶ仕事に従事している人のことだ。あれ、ただ、走って運ぶ人のことを指すんじゃないのね。そうだな。飛脚っていうのは、今の感覚で言うと、ただ、手紙を運ぶために走ってる人っていうイメージがあると思うが、その業界全体が飛脚と呼ばれていたんだ。つまり、職業名ってことね。そういう仕事なら、江戸時代以前からあったはずよね。ああ、平安時代くらいから飛脚という職業は存在していた。と言っても、個人での通信手段じゃなくて、都と地方での文書のやり取りに利用されていたんだ。つまり、公用ってことね。その当時から、男性が走って手紙とか文書を運んでいたの？いや、馬を乗り継いでいたんだ。主な街道に馬が用意されてある馬屋と呼ばれる駅があって、手紙などを運ぶ任務を担っている使者は、その駅に着くたび、馬を乗り換えて先へ進んだ。そうか、お馬さんが疲れちゃうと進む速度が遅くなるもんね。で、鎌倉時代になると、政治の中心となった鎌倉と都を行き来するために、鎌倉飛脚と六原飛脚が整備されたんだ。じゃあ、その頃から飛脚っていう言葉が使われていたのね。でも、この頃は人が走るんじゃなくて、馬を乗り継いでいたんだ。馬だと、京都から鎌倉までどのくらいの時間がかかったの？最短で72時間程度だったそうだ。どう考えても、人が走るより馬に乗って、しかも、馬を乗り継いで運んだ方が早いのに、どうして江戸時代には、人が走って運ぶようになったのかしら？それには、いろんな説がある。その一つは、馬で運ぶと人が運ぶよりコストがかかること。もう一つは、目立つこと。目立ったら、何か不都合があるの？極秘文書を運ぶ場合、こっそり運びたいだろ。あ、そういうケースもあったのね。それから、馬に乗る、という技術が一般的ではなく、上級の武士だけに許された特別な技能だったことだ。なるほどね。どの理由も説得力があるわね。馬って足が速いっていうイメージがあるけど、全力疾走できる距離は限られている。あまり長距離は走れないってことね。馬を使った伝令っていうのは、確かに人間が走るより速いが、これは馬を乗り継いでいたからなんだよ。じゃあ、次に江戸時代の飛脚が、どんなシステムで運営されていたのか、という話をしていこう。その2、飛脚の運営システム。時代劇に登場している飛脚は、大体一人で走っているから。一見、個人で仕事を受け負っていると思われるかもしれないが、江戸時代の飛脚は、いわば国営、公営の飛脚と、市営の町飛脚がいたんだ。国営ってどういうこと？幕府や各藩の命令で、働いている飛脚のことだ。幕府を抱えの飛脚を御用飛脚、あるいは次飛脚と言って、彼らは、主に江戸と京都の間を走った。彼ら？単独で走ってたんじゃないの？御用飛脚は、一人が御用と書いた長江の高張提灯を持ち、もう一人が小津面に御用の札をつけたものを肩に担いで走った。あの肩に担いでるのは、公文書とか、国家的重要書類が入ってたのね。この次飛脚が、飛脚の中では、最速で荷物を運ぶ。そして、各藩の命令で走る飛脚を大名飛脚と言い、彼は、その藩の国元と江戸屋敷の間を走った。でも、この大名飛脚は、町飛脚が発達するにつれ、廃れていった。自分の藩専用の飛脚を抱えているより、民間の飛脚を使った方が安かったのかな。じゃあ、町飛脚っていうのは、一般庶民のための飛脚ってこと？そうだな。で、京都や大阪で御用飛脚を受け負っていた有名店が江戸へ進出して、本店のある上方と江戸に開設した江戸の店との連絡用に商人経営の町飛脚が開業したんだ。どのくらいの頻度で、上方と江戸の間を往復していたの？江戸時代の初期の頃は、毎月3度、定められた日に大阪を出発した。月に3度だから、この飛脚は3度飛脚と呼ばれ、経済が活性化するにつれ、増発されて、上飛脚となったんだ。飛脚って、どのくらいの値段で手紙を運んでいたの？料金は、荷物一貫文目、現在の重さにして 3.75 キロ。この重さの荷物なら、江戸大阪間で9文目5分。現在の価格にすると、約3500円ほどだ。手紙だと、2000円もしなかったんだ。今は、めっちゃ急いで手紙を届けたいとき、速達を使うわよね。
その当時も、大阪から江戸まで3、4日で届く速達便があったぜ。でも、この速達便、とんでもなく値段が高くて、文化年間、いわゆる1804から1818年頃で、金4両2部、今の価格で言うと、なんと36万円もしたんだ。唐突に値段が跳ね上がるのね。じゃあ、具体的に飛脚がどんな仕組みだったのか、町飛脚を例に挙げて話していこう。まず、飛脚問屋があらかじめ決められた日に荷物を集荷する。毎日集荷するんじゃなくて、数日置きだったのね。で、その荷物を監督する裁量という役目の人が、主要街道の各宿場の天馬制度を利用して、乗る馬を変えながらリレー輸送した。荷物をつけた馬と馬方を引き連れた裁量は馬に乗り、防犯のため長脇差しを帯同した。へえ、まるで偉いお侍さんみたいね。って、あれ？馬で荷物を運んでいたの？それも飛脚？ああ、時代劇でよく見るスタイルの飛脚は、次飛脚なんだ。幕府を抱えだけあって、彼らにはいろんな特権があったんだ。どんな特権があったの？例えば、夜間の関所を通過できたり、増水した大井川も特別に渡らせてもらえたり、もし、あまりにも増水していて川止めになっても、それが解除されたら、真っ先に渡らせてもらえる。わぁ、なんだか特別感あるわね。極めつきは、大名行列を横切るのも、次飛脚だけは許されていたんだ。そんな特別扱いされていたから江戸から京都まで500キロ近くもあるのに、人力だけにもかかわらず、60から80時間で走破できたんだよ。逆に言えば、それだけ特別扱いされてたら、手を抜いて、ちんたら歩くことなんて言語道断ね。それに対して、町飛脚が大きな街道を通るときは、馬を使っていた。馬の方が速いし、荷物もたくさん運べるのに、どうして幕府の飛脚は人力なの？当時の馬って、ロバみたいな感じで、荷物を運ぶときは走らないで、パカパカ歩くんだ。だったら、人間が全力で走った方が速いってことね。人間も、ずっと走り続けるわけじゃなくて、駅伝みたいな中継地点があって、そこで走り手が交代する。よくできたシステムね。疲労を蓄積して走るより、リレー方式なら、バトンタッチするたびに、常に全力疾走できるもんね。で、町飛脚には、早便のシステムがあって、荷物を受け付けてから届けるまでの日数が4日なら4日限り、5日なら5日限り、6日なら6日限り。速度によってランク分けがされていたのね。その3飛脚の装備。次に、飛脚の装備についての話をしていこう。まず、徒歩飛脚の装備から話そう。徒歩飛脚って、人力で走ってるタイプの飛脚ね。あれ？荷物を持って走る飛脚って、次飛脚だけじゃなかった？町飛脚でも、個別に荷物や手紙を届ける場合は、馬なんか使わないぜ。あ、それって今の宅配便でも、配送センターまでは大きなトラックで来るけど、各家庭に回るときは、軽自動車やリアカー付きの自転車で荷物を配るのと同じようなものね。そうだな。大抵の人がイメージするのが、この自力で走るタイプの飛脚だろう。そうね。このタイプの飛脚って、装備って言っても、ふんどし一丁に荷物にわらじじゃない？真夏の炎天下で走るときはそんな格好になったかもしれないが、日本には四季があって寒い日もある。それに、次飛脚は夜道を走るときだってあるんだから、体温調節のために着物は着て走る。ただし、裾はたくし上げて、上は両肩脱いで、帯に突っ込んでしまう。着物を着てる意味がなくなっちゃう。そんな格好になっても、全力で走っていたら、前から体に吹きつけてくる風で、内臓が冷えてしまう。そうなると、体温が下がって体力が保てない。だから、腹を保温するために腹掛けを着用した。あと、足にレッグウォーマ的な布を巻いてない？あれは、脚斑といって足の怪我の防止のために着用していたんだ。それから、汗をかくと、曲げを言っているから頭にかいた汗が。だから、鉢巻きは必須だ。なるほど、いかに速く走れるのかを追求した服装だったのね。ちなみに、飛脚はふんどしをたなびかせて走るから、毛の手入れをするのがエチケットだった。え、毛の手入れってアンダーヘアのこと？そうだ。走ってる最中、ふんどしの間からアンダーエアがはみ出るのは、ものすごく野暮なことだと思われていたから、風呂屋に行くたびに、しっかりケアしていたんだぜ。そう言われたら、江戸時代の飛脚の写真って、すごい入れ墨が印象的だけど、手も足もお尻もツルツルだわ。そう、全身ツルスベが粋な男の条件の一つだったからな。でも、全身入れ墨でちょっと怖いわよ。幕府の御用で働いてる割には、風紀がちょっと。って感じじゃない？それにも、ちゃんと理由があるんだ。あくまで仮説だが、徒歩飛脚が入れ墨を入れていたのは、3つの理由がある。1つは、犯罪歴を隠すためだ。え、どういうこと？江戸時代、窃盗や恐喝なんかの軽犯罪を犯すと、体の一部に入れ墨が掘られて、一目で前科者だと分かってしまう。でも、全身に入れ墨を入れると、
前科者の印である入れ墨が見つけられにくくなる。なるほど。それから江戸時代中期頃、入れ墨がものすごく流行ったんだ。その時期から、火消しや飛び、飛脚といった、むしろ、入れ墨をしていない方が恥っていう風潮だったから、当時の徒歩飛脚にとっては、入れ墨はむしろ制服みたいなものだった。剥き出しの肌を見せるより、入れ墨を見せる方がかっこいいってことね。あと一つは？防犯のためだ。飛脚は時に金品強奪目的の山賊や強盗に襲われることもある。そういう輩から身を守るために、いかめしい入れ墨を入れるようになった、と言われている。実際、荷物や手紙を運んでいる最中に襲われるケースは多かったそうだから、入れ墨を入れて、自分をより強く見せる必要はあったんだろうな。じゃあ、まとめると徒歩飛脚の装備は、鉢巻、小袖、腹掛け、ふんどし、脚半、わらじってことになるわね。そうだな。じゃあ、次に町飛脚の服装についての話をしていくぜ。馬で運んでる人たちね。そうだ、いわゆる旅装束ってやつだ。胸当てをして、サンド傘をかぶって、台頭した。え、町民なのに刀を持つことが許されてたの？ああ、徒歩飛脚よりも荷物は多いし、場合によっては、金品も運んだから、強奪目的の輩に襲われる危険性が高い。そのために刀を帯びることが許されていたんだ。町民なのに、刀を刺して、馬に乗れるなんて、特別感あるわね。その4飛脚のスタミナの元は食事？馬で運ぶのも飛脚なら、お上の御用では決めも振らずに街道を疾走していくのも飛脚だ。飛脚って、そっちのイメージの方が強いのよね。中与次郎という伝説の飛脚は、江戸と秋田を6日間、一人で往復したと言われているんだが、飛脚の中には、通し飛脚といって、一人で出発地点から目的地まで通して一人で運ぶ飛脚もいた。すごいスタミナ。何を食べたら、そんなにスタミナがつくのかしら。飛脚の食事の記録によると、走っている時は、麦飯のおにぎりと漬物程度だったそうだ。江戸時代って、地方では普段の食事も白米じゃなくて、麦入り玄米ご飯に漬物、味噌汁、あと1日1回だけ、おかずに魚の塩焼きぐらいっていう、献立だった。それだけしか食べてなかったの？当時の日本人の体には、その食生活が合っていたのか、粗末な食事と運動のおかげで、健全で、たくましい体が作れたんだよ。スタミナをつけようって考えると、お肉を食べなきゃって思いがちだけど、私たち日本人には、飛脚の人が食べていたような食生活をするべきなのかもしれないわね。ということで、今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画を気に入ってくれたら、グッドボタンをよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは、また次回の動画で。